終盤を迎えた国会では郵政見直し法案を今日中に採決したい与党とこれを阻止したい野党との対立が激しくなっています。郵政見直し法案について民主党など与党は昨日から委員会での審議に入る構えでしたが、与野党の協議の結果今日からの審議入りで合意しました。与党側は今日1日の審議だけで郵政見直し法案を採決し、来月1日には衆議院を通過させたい考えです。ただ野党は参考人質疑や公聴会も含めた十分な審議を求めていて、与党が採決を強行した場合混乱が予想されます。野党側はこのほか赤松農水大臣の不信任案と東経済産業委員長の解任決議案を今日提出する構えで、与野党の攻防は一段と激しくなりそうです。